はい、どうもキーリプトマンとアイミとチロチロリンユズハです。アイメロです。チャニです。はい、ということでこの6名である企画をやっていきたいと思います。皆さん持ってきてますよね。はい、はい、もちろん。ということで、アサギランウェイ。イエーイ。どう、みんな気合のほどは。いや、勝つ自信しかない。勝利がなります。勝ち自です。ゆうちゃみ、どういう感じで行くか、まず想像つかないわ。意外なさそうじゃない。靴下とか超マスてきそう。あーどうだろう、それはいいんじゃない。あーで、めっちゃインとかしそうじゃない。あー人間ね。うん、なんか周りは全力でいろんなものを使う。うん、おお。なんかポップそう。あ、ポップ確かに。色合いが派手そう。うん、なんか変なことやってもなんかあれだ、似合っちゃうんだよね。うん、まあ確かに、なんか変にならない。こっからここ整ってれば大体似合う説でしょ。ほんと、ゆずはは面白そう。でもアイメロも髪の毛ピンクやから全然。確かに、めっちゃ派手っぽい。頑張りました。ただ今までの一句でここまでの企画やってきてないから、この絵だけは、うん、どうなるかまず想像つかない。前回がないから、うん、ダサいのはないですよね。そう、でも多分みんな思ってるのはマジで服の量をめんどくさかったぐらいしか思ってない。重かった。あ、重かったよね。あー、重いなーと思いながら。すいませんでした。でもあれだね、あのみんなで楽しくやっていきたいと思うんで、はい、ぜひ楽しみにしてください。ご覧ください。ご覧ください。ゆちゃみです。今日のテーマはやっぱりビスチが流行ると思うんで、これユニクロのロンティーなんですけど、まあ一応寒がりなんで中綿はい。で、あとはあの小学校 でもいると思うんですよ、こういうショーパンに合わせてる大勢の人。はい、私はその時超ダサいと思ってたんで、今日のテーマは今からお使い行くよっていうテーマにしたいと思います。ポイントはこのインしてる感じですかね。ありがとうございます。はい、次の方。はい、イエーイ。えっ、なあ、すごい。アイメロです。テーマはピンクパーパさんです。ピンクピンクピンクパーパさんです。ピンクピンクピンクパーパさんです。ピンクが好きやから、だから全身ピンクにしました。いいよ、ダサい。おかしい。え、それルーズソックス？ルーズソックスみたいなやつを上にあげます。へぇ、いいと思います。はい、そんな感じです。はい、では3番目の方。ヤッホー、アイミだよ。テーマはアメリカのジブリの脇役です。気の弱せって感じ。ポイントはですね、ちょっと色を全体的にここら辺は暗めにして、ここだけちょっとやっぱ海外っぽい色にしました。はい、4番目の方どうぞ。はい。すごい。ということで、あ、キリプです。はい、あの私のテーマは正月です。正月。あ、これあの一人で過ごそう、女版。で、本当にみかんとか持ってればよかったんだけどね。で、あのポイントはピカチュウのスリッパにドラゴンボールの結果で、ピカチュウこれ柔らかいんで、なんかずっと家で履いてそうな人が持ってそうなドン・キホーテっぽいやつに、あのニプシーでやっぱその洋が好きなんだよねっていうのをアピールで来ました。まあ、あとは他はあの察してください。察してください。5番目の方
どうぞ。はい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 。テーマはパンビーチにいるちょっとイケイケの保育士さん。保育士さん。喋った方がいいと思う。まああのブルマとか履いてるから、サーフィンで、ね、まあ泳げるし、まあここにも常備品があるから、たくさん遊べるよっていうテーマ。遊ぼうね、ちっちゃい子たち。ね、どうやって？え？じゃあラスト、ユナどうぞ。え？どこにあ？上は
かったので、シマエルの中で。うん、良くても。みんなやっぱ個性が強いね。なんかちゃんとみんななんか出してるね、個性ね。ですね。でもマミちゃんこれなんて。でもなんか思ったよ。みんなやっぱ全力でやるね。はい。楽しかった。今日一番笑ったわ、ゆずはの。違う人でやったんですよ。やってほしいね。新人のこのさ、マリサちゃんいるじゃん。なんかすごい真面目だから、なんか真面目になんか全力でさ、すっごいダサそうできそうなんだよね。マリサさん、ちょっと興味あるマミだ。確かに全力でダサく、何ちょっとにやけてきたちょっと楽しかった他誰か見たい人いるんだろう。セーナ。あーセーナなんか意外に可愛く来ちゃいそうじゃない。あーどうも思うじゃん。やっぱそれをいかに崩してくるかみたい。あーね、一皮剥いてきてほしい。え、でもちょっと気になるの言っていい人に持ってる。編集長がちょっと気になる。え、気になんない。編集長はかなり気になる。編集長は多分1で誰も超えられないと思う。考えられない感じ。みんなやって最後にランウェイ歩いてほしい。大鳥で。確かに鳥何ももだみたい。やばいです。ももちゃんも会えるの結構全力でやってたじゃない。確かに。あれでもジュライ君とヒューガ君とハリュー君全員見たくないですか。あーめっちゃ会えないですね。髪の毛を決めてこないでほしい。なんか顔とかちょっと落書きしてほしいもん。ああ寝起き早々できてほしい。あ、寝起き早々の服ってダサい。あー確かに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 。男の格付けみたいなやつだよ。格付け勝手にじゃあ何もいいみたい。何なんかすごそうだよね。全部のなんか全部がいいにしてそうなんか。あーとりあえずとりあえず。え、でもモモアちゃんとかも見てみたくないですか。あーあーなんかキティのジャージをうまく使ってきそうな感じがします。モモアマストで入れよう。ですよね。モモアマストだね。え、でもモモア絶対可愛いって思っちゃうんだけど。確かに、うん、モモはなんかカービィ系だもんね。てか、うん、セイナとモモアの対決見たいから。あー確かに対決なんか対決見たくない。腕相撲でもいい。確かにそうですね。まあてな感じで打席ランウェイ以上になりました。まあ、あの優勝はゆずはです。以上、キーリップとマミとタイミとユズハとタイメロとチャビでした。みんなもぜひダサギ選手権真似してみてね。じゃあ、バイチャー。誰もやんねえだ。はい、自らの一番イケてるダンスを披露してください。せーの。待って待って、アイディアちょっとじわっとってほしい。いいよ。特別だわ、やることが。嬉しいです。バイバイ。